もうてか1年半と言わず多分2年近くやってないんだけど、何が変わったんだろうな。もう多分全く分かんない。相当変わったらしい。もうなんも分かんねえや。やばいかもな。ほぼ初心者。おお、やべ。ウェポンケースと、え、マジか。SR2 号持ってんのかよ、初期から。うまいやつだったらもうこれ使って出撃するんだろう。MP7 持ってんだけど。うまいやつならこれ持って出撃するだろうな。そりゃ課金するに決まってんじゃん。ナメプっすよ、課金なしでやんの。俺ナメプはしたくないっすね。ちょっと設定したい。スカブやるわ、いきなり。グラウンドゼロってなんだよ、俺。やったことねえよ。新しいマップ出てんのか。全く知らないね。初心者用マップなんだ。へえ、低レベルしかいけないんだ。めっちゃいいじゃん。グランドゼロやってないね。俺ガチで一回もやってないね。オフラインレイアウトってどうなんだっけな。グランドゼロ見てみるか。なにこれ。は、反動ないんだけど。え、これカスタムいるの。 M4 のノンカスタムとか使ってる人間バカしかいなかったのに。何これ、やば、別物だなこれ。は、なんで、あ、俺違うわ、なんで。ああ、そうか、オフラインモードでも NPC は出んのか。いやー、ちょっと待ってね、何キーだっけな。ちょ、音わかんねえな。え、なんかめっちゃいるんだけど。やば、このゲーム。ちょ、音わかんねえわ。死にました。どこだよこれ。マップ見てもわかんねえよ。絶対これタスクで来なきゃいけないの。嫌なんだけど、こんなマップ。なにこれ、絶対きついやん。こんなところ。クソマップ。いや、これクソマップかは知らんけど、ちょっと嫌だなぁ。あー、やっぱ VX はタクシーだよな。いくらよ。5000円?高いねぇ。グラウンドゼロのタクシー。スカブチェックポイント。スカブチェックポイントとか、リスナーと談合脱出しかしたことないな、俺。カルマ上げるために。カルマ6上げたら今、スカブに攻撃されないんだっけ?高級エディションだったら。パルクールって言っても全然できねえじゃん。この高さは無理なんだね。パルクールって言っても。さすがにエイペックスほどはできない。オッケー!もう覚えた。完璧に覚えた。なんか新しいトレーナー出てる。ハゲ、レフ、知らないな。ロケートザラボサイエンティストオングラウンドゼロ、だるすぎる。ロケート系知らないマップでやることだ、やるほどだるいもんはないな。初っ端から知らないタスク入れてくんのクソ鬼門だな。クッソきついなこれ。一個一個やるか。まとめてやったら多分無理だな。一個一個やろう。やってみるか、グランドゼロ。怖え。もうこれタスク終わったやつ入れないようにしない?このマップ。初狩り禁止。あー、新マップ、新しいマップを義務タスクマップにしやがって。復帰勢苦しい、これ。復帰勢と初心者、厳しい。マップ見ながらやります、ちょっと。裏で。さっきのいるんだけど、やべ、フロートになってね。これ PMC か、地下接敵。ちょ、ごめん、俺待ってたわけじゃなくて、じゃあ俺マップ見てたんだよ、悪いな。違う違う違う、俺マップ見てたの。これ出待ちじゃないです。おい、いきなり死んでる。あ、これデッドスカブか。あ、デッドスカブ、びっくりした。ちなみにこのゲーム、デッドスカブはうまいと言われており、これ初レードでレッドカブキ出る可能性がある。デッドスカブには全てのアイテムをドロップする可能性があるんですよ。ゴミ。この建物地雷がある。ほんとだ、地雷エリアは大体でも縦書きがある。うわ、見えねえな。
うわ、壊死した。うわ、どこで回復しよう。出血はしてないけど。うわ、隠れる場所ね。大して減ってないからいいや。あー、やられた。あちゃー、頭抜かれたわ、絶対これ。まあ、しょうがないっすね。前のシーズンで、前のじゃないわ、俺が最後にやったシーズンでは、GSSH がクソゴミだったんで、割とコンタクト一択だった。おっ、来た！マジかー！消えるわ。これ、めっちゃレア。序盤だとなかなか探しても見つかんね。納品アイテム。帰りてー、これ持った以上はさすがにな。南東だな。え？あ、開くのか。おい！めっちゃ重心鳴ってるけど、一体大丈夫これ。え？こっちで合ってる？やべ！中谷なんたらってどこだ？この辺？やっべ、ガチでわかんねえ。なんか積んだんだけど、中谷ベースメントステアーズ。ちょ、これ検索するわ。動画で検索する。このマップマジ嫌いだわ。もう YouTube 見て調べるわ。1階から入って、フロント部が、これはわからん。OK！ 中谷っていうビルを見つけましょう、まず。中谷っていうビルを見つけとくから始まる、まず。中谷。なんだよ、中谷って。中谷。助けて！初見です、初見です。ちょ、このマップガチ初見です、俺。ほぼ初見っす。ほぼ初見です。中谷。やばい！白パカ持ち帰りてー。スカイサイドがここね。ちょ、で、スカイサイドがここだから、ずーっと南じゃん。今、スカイサイドってことは。もーっと南。もっともっともーっと南。いや、違うわ。さっきの上り坂に行くのか。なるほど。すいません、ちょっと。このマップ初見なんで。上るよ。はぁ、PMC だ、これ。死んでる。やばい、なんかサプの抽選になってね。このタイミングでサプって、やってるやつだろ。中谷！どこだ、マジで中谷！あ、中谷これ多分これ、やっべえ、大通り出たくない、スタミナがない、あー死んじゃうかも俺。あ、これじゃねえよな。あ、これじゃないか。中谷はビルに中谷って書いてあるんだよ。オアシス、ちょっと待って、調べるわ、ウィキ見るわ。ここがオアシスね、今。あー、まさにオアシスだ。この角あったけ、このカウンターの裏あったけ、まさに終わっす。ずーっと右？ずーっと右？こっから出て？ちょっと待って、ウィキ見るわ。あ、ほんとだ。え？え？ちょっと待って、コンパスってさ、赤が北だよな。なんだ？合ってねえじゃん、俺。適当、あ、いや、合ってるわ。なんだ？さっき、これなんか磁場狂ってねえか？このマップ。さっき南に行ってたのに。大通りが2本ある？もしかして。やっぱべえ、これこれ、終わりだ、撃たれたら。ちょ、待って、こっち走ろう。これ、ダメだ、こりゃダメだ、ここプロピタ刺して走るわ。これ刺してると、撃たれても足止まんなくなるのと、リジェネがつく。撃たれても。あ、足落ちしたかも。気のせいか。おい、無理、ちょ、ここら辺はちょっと怖い。やべえ。おい、いるわ、正面。中谷、どこだよ、これ。ふざけんなよ。銃声鳴ってる、いるよ、これ。向こうだ。ここでも今、銃声鳴ったぞ。この中いるかも。ガガリンホテル。中谷あった！うわ、ここの前行かなきゃいけない。うわ、もういいや、走る。
うわー、行くしかねえ。死んでもいい、俺はもう死ぬ。走れ。あ、死んでる、死んでる。サムラ吉、うわ、めっちゃ死んでる。左か。サメの回復したら走るわ。頭抜かれなきゃ死なないだろ。ワンチャングレくるかもな。多分そこだね。今こっからはウィキで見た、いや YouTube で見た。下に降りれば出していらず。よし、できるだけ下に行くわ。できるだけ、できるだけ下に行く。よし、これで納品タスクが進む。このね、白パカっていうの、通称白パカ、この鎧がね、なかなか手に入らないんですよ。探してる時に手に入んない。これ呪いの装備だな。タルコファーリーナ購入して初期資金80万持ってるらしくて、それをこっちに持ってこれるらしいんだよね。持ってこようかな。100万持ってこれんだ。なんか裏技でできるらしいっすよ。俺スタッシュまで拡張してるからな、もう課金できるもの全部課金する。もういくらだって払うよ俺。100万円でスタッシュ100倍になるんだったら払いますよ。もうスタッシュ無限にしたい。やべ、どこだよこれ。ちょ、エマークもチェックポイント見てくるわ。タスクにあるから。タスク進まねえ、なんでだ。びっくりした。いや、道路歩きたくねえけど、建物ほとんど入れねえじゃんこのゲーム。うわ、怖え。あー、怖え。あかん、死ぬ。今俺がフュージョンだなこれ多分。違う、スカイサイドって場所か。だから一個左前方のエンパイアビルに行くべきだな。やだー、こっちだ、ここだ多分。あー、もう行くか。いけ。いい、ビビったら負けだこんなもん。死んだらそれまで。うわ、断崖絶壁。足音、真下だ。足音するけど見えない姿。構造が、あー、やばい、ここスカブが。構造がわかんねえ。下にすぐ繋がってるっぽいな、これ。下にいる、スカブ。これ、ま、多分スカブ。あ、だるすぎ。これ落ち、あ、死んだ。大丈夫、これスカブ。ケツ抜かれてるからスカブだな、これ。ちょ、待って。このマップ、道路抜けれん。初期装備だと。スカブが強すぎて。ちょ、待って。向こうに行かなきゃいけないんだけど、行けねえ。うわっ、ちょ、グレでどかしといて。ここにスカブいるってことはプレイヤーどうにいんだ。みんな引きこもってんじゃねえの。みんな引きこもってんな、これ。あー、鎮痛剤を常用できるようになったらタラコフだいぶ快適な。建物の中に行けないよ。やばい、スカブやばい。鎮痛剤常用できるようになったらだいぶ楽になるんだけどな、このゲーム。あ、ちょ、待て、建物の中いけねえ。ふざけんなよ。なんでこれワンパンで死んだ俺。別のやつに撃たれたけど。プレイヤーがこれ、隠れてた、隠れてたプレイヤーがこれ。は？これ NPC スカベンジャーだ。しかも一発で死んでる。胴体一発で死んでる。脇腹を抜かれる。なんだよそれ。やべえ。このマップやべえかも俺。わかんねえまま死んでいく。まずいまずいまずい。なんか、そうだな。久しぶりとはいえ、ある程度知ってる。タルゴフのセオリーは最低限知ってる俺でも、厳しいから、ガチ初心者はこれ、やばそうだな。引退するよな、これ。何がやばいって、道路のスカブ脇がやばいな。道路のスカブって、バイスカ持ってからじゃないと勝てないんだよな。ちょ、マップ見るわ。失礼。タルコフって多分5シーズンぐらいやって、初めて死に対する恐怖が多少薄れるんだよね。もちろん嫌だよ、負けんの。プライド的に嫌だし。だから俺はもうちょうど今日で5シーズン目ぐらいだから、プレイすんの。だいぶ気は楽だね。
うわクソアイアンサイト、うわなんだこれ、うわ怖いよやばいなこの駐車場。ちょっと待って、これさっき死んだとこだ、まずい、ここまずい、ちょっとこれどっから入んだ、あー中にやばい、この駐車場絶対やばい、これ絶対やばい、これこれ絶対やばい、いや駐車場から行くのかこれ、うわ行きたくねえ、ここだ、びっくりした、しテラグループのなんかデッドスカブが鍵持ってるらしい、1階の猫の奥、了解、これか、うわやべえとこにあんな、おーびっくりした、あーまあ AP 弾高いけどいいや、鍵の方が大事だろう、これ死んでもいいのかなこのタスク、初心者用タスクなら死んでも OK にしてほしいけどな、まさかね、どこだ、 DVD があるらしいけど、 DVD どこだ DVD、 DVD 誰がわかんじゃん女の、 OK、 あとは帰るだけ、タクシー乗って帰るか、いや出待ちやめろよ、ガンツー早く、オッケーやっと脱出できたわ、グランドゼロ分かってきたよ、とりあえずこれで脱出タスクも終わった、脱出タスク2個終わった、あと医療品と医療品納品と機銃確認かな、そんだけでいい、結構すんなりいったね、まあ慣れてますからそりゃね、 CPU ファンのこのマークは一体何なんだ、あぶねー、着弾の角度的に、いや多分スナイパースカブだと思うけどな、俺スナイパースカブいんのか、多分でもタルコフの初期キャラ前までクソゴミだったんすよ、初期レベルだったら俺と体力変わんないレベルだったと思う、でも今のタルコフの初期キャラ強いわ、こいつらめっちゃ走れるようになってる、マジでワンチャン夢見てこの世界に入ってきましたみたいな、クソゴミだったんだけどね、あ機銃どうすんのこれ、あー近づくだけでいいのか、キャピタルインサイト今ここだろ、左前方のエンパイアに行けばいいんだ、エンパイア、エンパイア2階だ、エンパイアは OK、 2階ね、んやべ音聞こえないよ、これ何バグ、ちょ俺だけこれ音聞こえないの、んこれバグ、やべ何も聞こえない、何これサウンドカードがなんか断線してる、あなんかいるな、うんこれなんだ、スカブかこいつ、スカブ臭いな、ちょっと分かんない、前後の音聞いてないから分かんないや、やった音分かんねえ、バグってんな音、ちょっとまだわ音バグってる、直してこれやった俺、音バグっちゃってるよ、生きてる生きてる、ヘルメットあってよかった、えちょふざけんなよ、痛い、あったよーし終わった、さっきの死体の人って漁った方がいいな、あの人中漁ってるぞ、相当漁られてるかもな、引いたくさいな、先に漁るべきだったか、脱出いくわ、タクシーはもうない、これででもタスク終わりかな、もういや脱出拾う、終わりました、5000かからなかった、4000だな、2回死んで4000だな、そんなにかかんなかったな、スカブグラウンドゼロだったらマッチングする、ちょっとスカブ回したよな、せっかくなら少しずつ、痩せたいってのは弱くなりたいって言ってるのと同じだよ、タルコフでもみんな肘こいてストレングス上げるでしょ、ストレングス下がったら嫌でしょタルコフでも、おお
さあ、マッチング早い。ちょっと待って。マッチング早い。スカブガチャの一番楽しいところ。装備を見ること。ポチッ。おお、ウォーターフィルト。で、どうこれ。カルマ高い？カルマ1っすよ、俺。あの、課金してるんで。グラウンドゼロとかさ、絶対プレイヤーいるくね？まだまだいっぱい。この時間帯。大丈夫なの？タールコフ、昨日ワイプされたばっかっす。ワイプショックなんでやるなら今っすよ。まあ、わかんない人多いかもな、タルコフ。大丈夫。わかんなくても怖くないです。今なら上級者の入ってこれないグラウンドゼロというマップで、チュートリアルクエストを受けることができます。グラウンドゼロでチュートリアルをやれば、終わった頃。は？何これ？これあれだな。システムのスナイパーだ。この先行っちゃダメなんだ。ダリー。今なら、このグラウンドゼロマップで、初心者の人も、安全に学べるよ。おすすめ。どうでしょう？ワイプ直後しかないです。ちなみにワイプ直後にやらないと、迷ってるなら今っすよ。なぜかというと、ワイプ直後にやらないと、周りの人は最強装備してんのに、自分は最弱装備みたいな状態で、一生無双されること、喋られることになるからです。やるなら今だね。もう迷ってる時間があったらやった方がいい。タルコフは。もうそれができないようじゃ。もうタルコフでは一生喋られるだけ。今やったら、今シーズンの間に、ある程度やれるかもしんないし、戦えるかもしれないし、来シーズン始めた相手に、あなたは勝てるようになってます。あ、人いる。まあ、スカブであることを祈る。無理です。